コミュニケーション深くつながっていく面では公式 LINE が一番いいと思うんですけども、この組み合わせっていうのをコンサルしてます。で、日本脱出したいんですけども、というご相談ですね。安定収入をやっぱり確保したいですと。まあ、当然ですね、どの場所に、住んでも、日本以外で住んでも、やっぱり収入があるといいですよね。日本円の収入だったら、まあ、例えば南国、まあ、フィリピンとかですね、ベトナムとか、インドネシアとか、安い国で暮らせば、その価格差っていうのをものすごく利用できて、例えば10万円、月10万円でも2、30万円、日本でいう2、30万円の暮らしが全然できるという感じになるので、まあ、こういうふうな、賢いですね、方法を使うためにはネット収入の確保だな、というふうに思うんですけれども、やはりですね、YouTube、公式 LINE の活用。まあ、ブログサイトっていうのを作っ、えー、サイトとかですね、YouTube チャンネルを作ってお渡しして、僕がそれを一緒に伸ばすコンサルをするっていうのをやってるんですけども、まあ、こういったですね、サービスをしてる人もまあ、あんまりいないので、まあ、そういうサービスが見つかって、そのメンターを信頼できるのであれば、しっかり、学んでいって、確保するっていうのが、